今日はダイエット志向の女性必見のお店を紹介。コリアタウンのダイエットカフェドクターロビン。伝統のサインで一目瞭然のように、全てのメニューは砂糖は一切使わず、油分も大幅カット。本国韓国に本店を持つお店は、開業以来美味しく食べられて、しかも健康にいいという理由から大人気となり、そのお店がついにアメリカ進出をしました。今年5月にオープンしたばかりだというお店、早速その噂を聞きつけてやってきた2人。はい、ドクターロビンの人気メニューがテーブルの上に揃いました。ねえ、すっごい美味しそうじゃない。ねえ、韓国から上陸した話題のヘルシーカフェですけども、美味しくてヘルシーで帰れるって一番最高のお食事だと思うんですけど、ね、それでは今からいただきます。まずはエビのガーリッククリームソースパスタ。一般のクリームよりも脂肪分を半分しか含まない植物性のクリームソースを使用。ブロッコリーも入ってるし、トマトも入ってるし、でシュリンプとちょっと混ぜて全部絡めていただきます。ほのかにガーリックが効いてて、ね、大好きこれ。これね、てかこれ本当に信じられない、バター入ってないの、本当、本当にクリーミーで、次にガーリックディープソースピザ。薄い生地がパリッと香ばしい、マヨネーズがアクセントです。ね、これ薄切りだから嬉しい。私ね、ピザね、薄切りがすごい好き。私も同じく同じく。はい、じゃあちょっと、あ、ちゃんとカットされてる。いただきます。え、美味しい。味もすっごくしっかりしていて、ね、しっかりしてて食べ応えがフードってこと、忘れちゃいます。こちらはシーフードオリエンタルライス。新鮮な野菜たっぷりのアジアンテイストの一品。お野菜もフレッシュ、食べやすい、すごいご飯と合いますね、でサラダがすごいたっぷり乗ってるのが嬉しいよね、これだけでワンディッシュでも大満足、なんか一度で二度おいしい、しちゃうかも、気持ち。そしてお店の一番人気がこちら、丸ごとパンプキンのクリームスープ。蒸したかぼちゃを丸ごとくり抜いてスープにしました。こちらも植物性で脂肪分1/2。すごいクリーミー。これバター使ってないの？バターも成功。さとちゃんも食べてみて。MSG も使ってない。いただきます。ねえ、パフ。しっかりして。ね、MC レストランっていう感じがしないですよね。普通に美味しい、カフェメニューで注目はドクターロビン自慢のエスプレッソ。ローマ法王朝御用達のイタリア製エスプレッソマシンを使用。コーヒー豆もイタリア政府から最高の品質であると認められたものを使います。気になるデザートももちろんあります。回転するショーケースからお好きなジェラートが選べます。砂糖、ブドウ糖など一切使用せず、たったの40キロカロリー。体にいいものを美味しく食べて健康に、というコンセプトのお店。メニュー考案は社長であり、なんと医者でもある、その名もドクターロビン。ロビンさんは神経学を専門とし、食べ物を通し人間を健康にするというフードメディスンの考えに基づいたレストランを作りました。 I know many people is teaching the child
do not consume the unhealthy, but our children's continues to use the hamburger, cheese, pizza, and pasta. This is the main reason. I need to make pasta more healthy, make pizza more healthy. We try to increase our tastes even without sugar and butter and the artificial flavor. This unhealthy expression of the unhealthy material is very critical. This concept of our restaurants, my concept. I think the food is the very fundamental elements for the human being to increase their life. So reducing the calorie and reducing the unhealthy material is just very, very important, especially to American people. That is the reasons why I want to start my business in the United States. 韓国ではすでに流行語となっているウェルビーイング、この言葉は肉体的精神的な健康の調和を通し、幸福で美しい生活を追求しようという考えから生まれました。 This is many Korean people is the very oriented with the well-being and this very losing diets, especially Koreans, the young women is very focused in the losing their weight. But I think it's theAmerican people is more necessary to our concept than the Korean people. 8,000 years ago, our human beings do not consume too much sugar, too much carbohydrate, too much food like that. So we need to come back to our Stone Age period.This concept is fundamental. I expect my business or this concept is still very popular with human being. I hope so. 美味しく食べて健康にのドクター・ロビン。値段もお手頃で幅広い世代の人々におすすめのお店です。